ニュージーランド国王エリザベス2世。左肩最上部にニュージーランド勲章を拝用し、その下に女王功績勲章、ついでニュージーランドメリット勲章を併拝している。ニュージーランドメリット勲章はニュージーランドの勲章。1996年5月30日にニュージーランド女王エリザベス2世により創設された。ニュージーランド国王と ニュージーランド国民へ、すべての領域で賞賛に値する卓越した努力、能力と貢献を示した人物へ授与される勲章。GNZM、KNZM、DNZM 受賞者は、男性は、さあ、女性は、デームの称号が授与される。助勲者は、幅広い領域から、多数選ばれるため高い知名度を持つ勲章である。5つの階級に分かれ授与される。 1996年から1999年と2009年以降は、以下の通り2000年から2008年までは、以下の通り2000年から2008年までの間、PCNZM、DCNZM 受賞者への、さあ、または、デームの称号授与を中断していたが2009年により、現行の形へ戻し、さあ、または、デームの称号授与を再開した。 2000年から2008年の PCNZM、DCNZM 受賞者への、サー、または、デームの称号も復活した。勲章は生存する人物へのみ授与される。年間助勲者は、以下の通り定員が設けられている。蒸気規定定員に含まれる勲章は、通常受賞者へ授与される勲章である。通常受賞者は、ニュージーランド国民を呼び、 英連邦王国の国民と規定されており、追加受賞者は特例の場合のみ授与され、定員には含まれない。その他、外国籍の受賞者は名誉受賞者となり、定員には含まれない。ありがとうございます。